どうも皆さんおはようございます。工藤です。6月18日の土曜日、現在の時刻は朝の6時4分でございます。はい、おはようございます。今回はですね、明日がね父の日ということで、全然忘れてたっちゃ忘れてたんですけど、ちょっとね明日父の日だということに気づきましたので、ちょっとそれに関連するお話をできたらなと思っております。はい、まあ、実はね今日別のね、NFT というか、仮想通貨暗号資産に関する話をしようかなって、はい、思ってはいたんですけど、まあ、今日朝ね、起きてちょっと YouTube チラチラ見てたら、なんか Netflix のね公式 YouTube チャンネルの方にとある動画が上がってて、まあ父の日、まあ、Netflix で配信されてる、アニメ作品の中で特にそのお父さんにこうなんか着目したなんか動画がねあって、あ、そういえばもうすぐ父の日だっけと思って、で調べてみたら、なんと6月19日日曜日、明日ですね、がちょうど父の日ということなんで、やべえと思って完全に忘れてたと思って、今回はいお話ししていきます。まあでどういうふうにっていうか、何を話すかっていうと、まあ私はね普段アニメとかねゲームとか漫画とかが好きで、そういった話題をねお話ししていますので、まあ、何かそれに関連付けてお話しできないかなと考えて、まあ簡単に、なんかアニメキャラのねお父さんキャラ、アニメとかゲームはないかな、まあ、アニメの中でなんかお父さんキャラについてちょっとこうお話できたらいいかなと思っております。はい、父の日ですよ。父の日、皆さんは何か父の日にお父さんにプレゼントしたりすることはあるんでしょうか。まあ私はですね、そもそもって言うとあれだな、お父さんいないんだけどみたいなこと言うかもしれない、なんか言いそうだったけど普通にいます。はい、いますけど、ちょっと待って、暑いちょっとエアコンつけますね。私の父はですね、今は一緒には暮らしてないです。暮らしてないっていうのは別に別居っちゃ別居なんだけど、別に家族仲が悪くて別居してるとか、そういうわけではなくて、単身赴任ってやつだね。はい。私は青森県に住んでいて、母親とか妹とかと一緒にね、まあ、いわゆる実家に、はい、住んでいるわけですけど、父はですね、まあ、単身赴任で、ちょっと関東の方で働いております。はい。だからまあ一緒に住んではね、今はいないんですが、まあ普通に元気に働いていると思います。まあ昔からね、そうだね、単身赴任が多い仕事をしていたこともあって、子供の頃からそんなにね長い時間を父と過ごした、っていう記憶はなくて、どっちかっていうとやっぱり母親、が常にいつも家にいて一緒に過ごしてたっていう記憶の方が多くて、まあ、もちろんね単身赴任の期間が終わってこう帰ってきてね、また 2,3 年こう一緒に過ごすこともあったりしたんですけど、でもなんかそうするそのまた 2,3 年が終わるとまた単身赴任でどっか行ったりとか、するようなねお仕事をしてたので、まあ、なんだろうね、別にその父と仲が悪いとかそんなことは全然ないんだけどね、なんとなくわかると思いますけど、私これまでクドラジでも何度も言いましたが、年末だったりお花見だったりとかもね、はい、父と二人でこう行ったりするぐらいね、別に仲は全然悪くない、むしろ、まあ、いい方なのかな、ね、どうなんだろうね、まあ、他のねご家庭のその父親との息子と父親の関係っていうのがちょっとわからないのであれですけど、私の家は家族構成としてはもう男は父親と私しか、まあ、いないので、まあ、それもあるかな、
またね、ここに弟だったりとかお兄ちゃんだったりとかがいるとまたなんか違ってくるのかなとは思いますけど、うん、私の家族、家のね、家族構成としてはやっぱ父と私だけ、うん、男2人っていうだけなんで、まあそういうのもあってね、結構2人でなんか男2人でどっか出かけたいみたいなこともねあるかなとは思いますね。はい、まあ逆にその母親と妹みたいなね、女だけでみたいな組み合わせもあったりはするんですけど、はい、そんな感じ。はい、私のうちのまあ家族関係、父との関係としては別にその悪くもなく、うん、頻繁に会ってるというわけでもなく、すごい仲がいいというわけでもないっていう、まあ普通っちゃ普通なのかな。うん、ただまあ一緒に暮らしてはいないので、まあ、遠く離れて暮らしてるっていう感じですね、単身赴任で。はい、まあだからそうだね、だからこそやっぱ父の日ギフトとか送った方が喜ばれるかなとは思うんだけど、でもよくよく考えてみると、今まで父の日に父に何かプレゼントした記憶とかって正直ないんだよね。うん、ないね。もうすぐね、父が誕生日なんですけど、そう、ちょうどね、7月が誕生日なんですよ、私の父がね。うん、だからまあ父の日も近いというか、もう明日だし、誕生日もねもうすぐだっていうことで、まあプレゼントだったり、まあ何かね贈り物をするタイミングとしては絶好のタイミングだとは思うんだけど、まあちょっとね、私も結構自分の生活で精一杯だったりするので、うん、なかなかね人に、まあ、家族とはいえ人にプレゼントを贈るのもなかなか厳しいものがありましてですね、うん、まあ送りたい気持ちはねもちろんあるんだけど、はい、まあ、もうすぐね父の誕生日でもあるんだけど、実は妹の誕生日ももうすぐだったりするんですけどね。はい、まあだからね、妹もそうだけど父もにもねプレゼントと送ったりねできればいいんですけど、まあ、ちょっと今はね私は、うん、経済的な余裕があまりないので申し訳ないんだけどね。うん、大学卒業した後か、大学卒業した後に、はい、新卒で入った会社があったんですけど、その時かな、うん、新卒で入って社会人になって働いてもらったお給料では何かプレゼントしたりっていうのありましたね。うん、父にプレゼントっていうよりは母だったかな、母になんか、あ、それこそあれだ、Amazon のね、Fire TV スティックをね、プレゼントした記憶がありますね。うん。まあ、高い買い物ではないんですけど、まあ、私の母親はね、まあ、スマホ使ったりはありますけど、結構テレビ使って、今は、ね、Netflix とか、Amazon プライムとか、まあ、Unext とか使ってね、結構ドラマとか見たりする、ね、人なので、うん。当時はそんなに見てなかったと思うんだけど、まあ、それをプレゼントしたことで、でも結構テレビとかね、使って、ドラマとか、うん、インターネットつないで見るようになったので、まあ、いいプレゼントだったんじゃないかなとは思いますね。はい。うん。だから、社会人になって、新卒で入った会社で結構バリバリ働いてたときは、まあ、何かね、余裕があったとき、余裕というか、プレゼントする機会があれば、プレゼントしたりはしてたんだけど、もう今はね、本当に、まあ、自分で言うのもなんだけど、本当に経済的にね、あまり、うん、余裕のある生活をしてないので、本当に自分の生活だけで精一杯っていう感じですので、なかなかね、ちょっと、プレゼントも厳しいんですけど、まだ言ってないんですけど、実は今、新しいね、ちょっと別のお仕事を、挑戦しようと、今ちょっと頑張ってるところですので、そのお仕事が決まれば、まあ、ちょっと、ね、少しは余裕が出てくるかなと思いますので、まあ、そういったね、プレゼントだったりとかも、少しはできるんじゃないかなと思ってますけどね。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとアニメの話どこ行ったっていう感じかもしれないんだけど、うん、はい。っていうか、Amazon とか楽天とかで、父の日ギフトのなんか、なんていうの、フェアじゃないけど、キャンペーンみたいな、やってるんですね。うん。なるほど、なるほど。一応リンク貼っておきますね。うん。父の日か。父の日もプライムと一緒に。
父の日にはお父さんの感謝の気持ちを込めてありがとうをギフトと一緒にプレゼント。Amazon なら父の日のプレゼントに人気のお酒ギフト、お取り寄せの父の日限定の限定のグルメ、おつまみ。なるほどなるほど。お酒か。私ね、お酒飲まないからね、お酒の良し悪しが分かんないんだよね。私の父はね、もうバリバリ飲むんだけど。てか、前も言ったかな。私の家族は、私以外はね、みんなお酒飲むんですよ。私以外ね。父も母も妹もね。もうめちゃくちゃ飲むんだけど、私だけがね、飲まないから、わかんないですね。お酒の良し悪しはね。まあなんかよく飲んでるお酒とかは、まあ、ね、わかりそうな気もするけど、なんかよく飲むお酒をプレゼントしてもなーっていう気もするし、だからといってなんかどういうのが好きとかでもわかんないしね。難しいよね。まあだから食べ物とか、お菓子はあんまり食べないかな。でもないかな。グルメとかがいいのかね。あとは普段使いできるようなアイテムとかね、仕事に使えそうな。結構アクティブではあるのかな。結構スポーツもしたりするんだよね、私の父は。最近は釣りにハマってるみたいで、自分でね、釣り竿とか釣りのアイテムも結構買い漁ってるみたいでね、結構楽しんでるみたいですけど、釣りやったりね、あとなんだっけ、テニスかな、テニスやったり、結構スポーツ好きな、父親ではあるんだけど、私とは結構正反対なタイプのね、父親なんですよね。まあ私は運動できないわけじゃないんだけど、私は結構引きこもってね、ゲームしたりアニメ見たり、ね、こうやってポッドキャスト配信したりみたいなことが好きではあるんだけど、私の父はね、あんまり家にこもってずっと何かそういう、ね、作業するっていうようなタイプではなくて、もう外に出て、もう、テニス、釣りみたいな、結構アクティブなね、人で、もう、真っ黒ですね。日焼けして。私真っ白だけどね、父は真っ黒です、本当に。全然タイプ違うね。よく言われますけど、その体のね、その、なんていうの、骨格というか、もうね、全然違いますね。私はどっちかっていうとね、なんていうんだろうね。太くないというかね、痩せ細ってるというと、ちょっと言い方、自分で言うのもあれだけど、なんかね、あんまりパワータイプじゃない、ちょっとなんかひょろっとしたような、言葉で言うとひょろっとしたような体格を私はしてるんですけど、父はですね、どっちかっていうとなんかドンみたいな、お父さんボンみたいな感じのタイプの父親ですね。なんか背中もでかいみたいな、タイプの父親です。はい、ザ・お父さんっていう感じはまあ確かにするね。まあ私は結婚もしてないし子供もいないから父親でも何でもないですけど、あんまりお父さん、自分で言うのもね、あれだけど、あんまりお父さんっていう感じはないな、自分に。仮に子供ができたとして、お父さんっていう雰囲気じゃないんだよね、自分はね。まあ何の話これ。まあとにかくね、スポーツする人にはまあそういったね、スポーツ系、アウトドア系のグッズとかもいいと思いますし、お酒飲む人にはね、お酒のギフトとかでもいいと思うけどね。はい、そんな感じで Amazon とかね、楽天とかでいろいろなんかキャンペーンやってますので、まあ、リンク貼っておきますので、よければチェックしてみてください。じゃあ、最初にね、アニメの話するって言ったのに全然してなかったけど、ちょっとじゃあアニメキャラのお父さん、アニメのお父さんキャラってちょっとね、見ていきましょうか。ちょっとネットでね、アニメお父さんって調べて、待てよ、アニメお父さんでちょっと調べて、アニメに登場する理想のお父さんキャラは、なんかそういった記事をちょっと見ながらね、ちょっといろいろツッコミを入れていこうかな。3つぐらい、まあ年度によって違うのかな。
はいはいはい。ああ、なるほど。じゃあ、そうだな。どれから見ていこうかな。まあ、記事によってね、その、いろいろ取り上げられてるキャラクターも違うと思うんだけど、お父さんにしたいアニメ、漫画のキャラクターランキングとかもありますね。このランキングの1位はですね、名探偵コナンの工藤優作。まさかの同じ工藤ですね。うん。第1位は工藤優作、名探偵コナンでした。江戸川コナン、工藤新一の父親、推理小説家の工藤優作。あんまり、まあ私コナンそんなに詳しくないけど、そんなに出てるのかね。うん。あんまり私は詳しくないですけどね。うん。そうなんだ。そんな、お父さんにしたいキャラランキング1位になるぐらい、なんか、魅力的なキャラクターなんですかね。工藤優作。うん。まあ、工藤優作っていうか、この、ねってコナンに出てくる、この、工藤っていうね、のは、前も言ったかな。昔あった、松田優作、伝説の俳優松田優作がさんが、出ていた、松田翔太さんのお父さんですかね、うん、松田翔太さんの、お父さんの松田優作さんが出演していたドラマの探偵物語かなが、工藤っていうね、そう、それこそ工藤探偵事務所だっけね、なんかっていうのを元にしてるんだよね。確かね、コナンのこの工藤新一と工藤優作っていうのがね。うん。まあ、だからこの工藤優作っていうのは松田優作の優作から来てるし、探偵物語の工藤からまあ工藤が来てるんだよね。そうそうそう。だからそういうつながりがあるっていうのはなんか前、何かで見ましたね。はい。うんうんうん。なるほどね。コナンくん、まあ、工藤新一のお父さん、工藤優作がまあ、今私が見てる、これなんだ？モデルプレスっていうなんかね、記事の。お父さんランキング1位みたいです。なるほどね。で、第2位はね、正直納得っちゃ納得なんだけど、あのクレヨンしんちゃんの野原ひろしだね。うん、わかる、すっごいわかる。これはね、本当にザ・お父さんっていう感じするよね。うん、まあ、クレヨンしんちゃん自体がさ、そういう、なんだろう、まあ、子供向けのアニメではあるんだけど、いわゆるなんか普通の一般家庭のお父さん、まあ、ヒロシ、ミサエ、で、息子のしんちゃん、娘のひまわりとか、ペットのシロみたいなね、を描いてるから、なんかちょっとこう、親近感があるというか、うん、なんかわかるな。わかるわかる。野原しんのすけのお父さんである野原ひろしね。だらしない部分もあるけど、いざという時は頼りになる。まあ、ヒロシで言うと、ヒロシで言うとってあれだけど、大人帝国の逆襲ね。最近のクレヨンしんちゃんの映画はちょっとあまりチェックできてないんですけど、やっぱりね、大人帝国の逆襲はめちゃくちゃ好きだね。あれはね、やっぱ一度は見ておくべきだと私は思いますね。あれってさ、その、子供の頃に見た時のイメージと、それこそ自分がお父さんとか、まあ、お母さんでもいいんだけど、になった時に見た時とだいぶ印象違うと思うんだよね。やっぱ子供の時に見るその大人帝国の逆襲って、やっぱ子供目線でね、自分のお父さんお母さん、どっちかというとクレヨンしんちゃんの目線でやっぱ見るかなと思うんだけど、大きくなってね、まあある程度成人したりとか大きくなって、お父さんとかお母さんになったりとか、自分に子供ができたりすると、なんだろう、ヒロシの目線だったり、ミサイの目線でなんか見れたりする部分も、まああるんじゃないかなっていう気もしていて、なんかね、こう、年を得て、こう、見方が変わる作品ってなかなか面白いなって思うんで、ぜひね、まだね、見たことない人はそんなにないと思うんだけどね、結構名作ですから、テレビとかでも。結構ね、放送されてますし、
クレヨンしんちゃんの大人帝国の役所ですね。はい、泣けます。特にね、個人的にやっぱ好きなのは、後半ですかね、結構ね、後半に、まあ、ヒロシのね、その昔の頃の話が、誰だっけ、あの歌、大人帝国の逆襲のさ、あれなんだっけ、歌、私は今日まで生きてみましたっていう歌、なんだっけ、あれ、待てよ、大人帝国の逆襲の、歌、あれなんだっけ、そして今私は思っていますみたいなやつ、なんだっけあれ、なんだっけ、あれ誰の歌だっけあれ、待って、主題歌じゃないんだよな、挿入歌かな、今日まで、そして明日からかな、吉田拓郎さんかな、今日まで、そして明日から、今日まで、そして明日から、これかな、ちょっと待って、ちょっと音聞いていい、多分これのはず、これ、そう、これ。吉田拓郎さんの今日まで、そして明日からっていう、ね、曲が、まあ流れながら、その、ヒロシがね、その子供の頃から、そしてその大人になって、まあ、新ミサイと結婚して、しんちゃんとかひまわりが生まれて、みたいなのがこう、回想シーンみたいな感じで流れるシーンが、大人帝国の逆襲にはあるんですけども、あのシーンがね、もう一番やっぱ、グッとくるものがあるよね、うん、はい、個人的にやっぱそのシーンが一番好きですかね、うん、もしね本当に見てない方は、いや本当におすすめなんで、大人帝国の逆襲はね、うん、ぜひ一度見てみてください。はい、であとは第3位としてはフグ田マスオさん、サザエさんか、なるほどね、まあサザエさんもまあね、そうか、タラちゃんの、そうか、お父さんでね、そう、うん、サザエさんの一家ってなんかね、結構フグタケって結構なんだろう、ややこしいからさ、あれみたいな、たまに思うことあるんだけど、そうか、タラちゃんのお父さんのフグタマソンね、うんうん、確かにいいお父さんの感じはしますね。なるほど。まあでもこのランキングを見る感じ、私の中でビビッときたのはやっぱヒロシかな、うん、工藤優作はまあ1位だではあるんだけど、このランキングではね、ただあんまり馴染みがないのもあって、あんまりこうなんかパッと来ないんだけど、野原ヒロシの、うん、お父さん感はやっぱ強いなっていう気がしますね。なるほど。じゃあちょっと他のサイトのやつを見てみますか。なるほど、こっちのサイトでは1位が野原ひろしになってますね。はい、うん、で2位が工藤優作。工藤優作ここにも来んの？なるほど。世界的な推理小説家で親子共に頭脳明晰、新一と離れて暮らしてはいるけど、いつも気にかけている、そんな優作パパが大好き。頭が良くてダンディーだけどお茶目なところがあって、この人がお父さんだったら楽しそう。おしゃれで知的なところが人気。息子のピンチに駆けつける優しさも評価されている。へえ、そうなの。あんまりねえ、気にしたことがないというかあれですけど。で、第3位は、カードキャプターさくらの木の本。さくらちゃんのお父さんか。あ、待てよ。これ なんて読んだよ、藤井隆。そうか、あ、そうだね、さくらちゃんのお父さん、カードキャプターさくらのさくらちゃんのお父さんですね、いましたね。優しくて、なんて、料理もできるみたいな、うん、そんなお父さんだった気がしますね。なるほど。
と3位か。ガールズキャプターさくらはね、全部見たと思うんだけどな、確か。うん。劇場版も全部見た気がしますね、ちゃんとね。あれ、テレビアニメでも最後どうなったんだっけ？いやー忘れちゃったな。どんな感じで終わったんだっけ。うん、子供の頃ね、ずっと見てたんだけどね、忘れちゃいましたね、ちょっとね。うん。で、他には、あ、タイバニのね、虎徹。はいはい、今タイバニ2やってますけどね。タイバニ2やってますけど、虎徹ね。タイガーね。うん。そっかそっか、タイガーもお父さんでしたね。うん、あと、鋼の錬金術師のマース・ヒューズ。あー、そっか、今はなっき、あの藤原啓治さんが声やってたんですよね、マーセ・ヒューズはね。今は確か津田さんが声やってるんだっけね。あの藤原啓治さんがね、ちょっと亡くなってしまったので、そのか、あの新しい声優さんとして、確か津田さんが今はマーセ・ヒューズ役として、うん、声優やってたと思うんですけど、前に鋼の錬金術師のスマホのね、ベータ版、ベータテスターか、ベータテストに参加して、スマホゲームのプレイをさせてもらったんですけど、確かヒューズ出てきて声ね、確か津田さんだった気がしますね。うん、やっぱなんか藤原啓治さんの声聞くとちょっとお父さんっていう印象強いよね。確かにわかる。うん、なんか、うんうんうん。あとはサイコパスの、ああ、はいはいはい、これなんて読むんだっけ、あれですよね。ギノザさんのお父さんじゃなかったっけ？確か。ね。サニックパス、これなんて読むんだっけ、これ。これ名前忘れちゃった。そして読めない、これ。なんて読んだ？サイコパスの、待って待って、これ読み方書いてねえの。読み方。正岡智美か。うんうんうん。いましたね。ギノザさんの、お父さんだよな。確か。違ったっけ？確かそうだった気がするんだけどな。ギノザ。確かそのはず。ギノザさんのお父さんだったはず。うん、だからここにランクインしてると思うんだよね。うんうん。あ、あとはね、隠し事の後藤隠しね。はいはい。神谷さんが声やってる。うんうん。キャラクターですね。娘は誰だっけ？リエリーだったかな？高橋リエさんが確か声やってた気がするね。うん。隠し事もね、一応全部見ましたね、アニメで。はい。なるほど。そんな感じで並んでますね。あとは、銀魂の海坊主とか、ナルトの波風湊とかね。はいはいはい。ナルトのお父さんね。はい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 。なるほど。ナルトで言うと、私ですね、ナルトの、まあ、ナルトってその最初お父さんとお母さんが、まあ、いないっていうところから始まるんですけど、ずっとね、行くと結構後半の方で、もうナルト全体のね、ナルト全体を通しての後半の方で、そのナルトのお父さんとお母さんのお話がね、出てくるんだけど、もうあの話ね、私初めてその話見たとき、お父さんじゃなかったかな、ナルトがね、初めてお母さんと、お母さんとお父さんの話を知って、自分がどういうふうにして生まれてきたのかみたいなのを知るシーンがあるんですけど、そのシーンでね、私ボロ泣きしましたね。うん。うん、私ね、めちゃくちゃもう初めて見た時ボロ泣きしたんですけど、うん、私ナルトはねアニメで全部見たんですけど、漫画はね一切ってわけじゃないんだけど、まあ、全部ほぼ全部ねアニメで見て、うん、そのシーンもねアニメで見たんだけどボロ泣きしましたね。うん、ナルトは全部でね何話ぐらいなんだ、まあ、アニメオリジナルのね話とかもあるんであれですけど、確か全部で700話ぐらいだった気がしますね。うん、全部見るのはちょっと厳しいかもしれないけど、そのシーンだけでもね、ぜひ見てみてほしいなぁとは思うけどね。うん、まあ、ナルトはナルトで
やっぱお父さんとかお母さんがいないことをね、やっぱなんだろう、こう寂しく思ってるって言うとちょっとね軽くなっちゃう気もするけど、まあいろいろね抱えてるものがあるのであれなんですけど、やっぱ自分にもお父さんお母さんがいて、そのお父さんとお母さんがどういう思いでやっぱこうなんかナルトを産んでくれたのかみたいな、守ってくれたのかみたいなシーンがあるんだけど、もうねそのシーンはねやばかったね本当に。今でも見てるとなんかこう込み上げてくるものがあるんですけど、はい、ナルトの波風湊斗、うん、納得ですね。はい、あとはあクラナドね、はい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 、クラナドの古川明夫さんだっけ、あれですよね、渚のお父さんですよね、渚クラナドのヒロインのお父さん、あ違う、ん待てよ、って古川クラナドはね、あの人生っていうくらいなんですけど、クラナドは主人公のともやくんも最終的にはお父さんになるんですけど、あーそっか、なるほど、あのねクラナドほど、まあ、父親をピックアップした作品もなかなかないかなと思いますね、確かに。まあ、お母さんの話も、あでも、そうだね、どっちかっていうと、でもやっぱお父さんの話が結構熱いなっていう気がするかな。うん。トモヤのね、クラナドの主人公の岡崎トモヤっていうキャラクターがいるんですけど、その岡崎智也のお父さんとの話がね、もうとにかくいい。もうね、もう、なんだろうね。うん。あの、全体を通して、その、主人公岡崎智也のお父さんっていうのが、結構ね、もうずっとね、なんかね、ろくなお父さんじゃねえな、みたいな、風に描かれるんですよ。うん。ろくなお父さんじゃねえな、って、なんでこんな生活してんだろうとかね、思いながら。で、主人公の岡崎智也もね、そのお父さんのことを、あまりよく思ってないというか、うん、まあ、仲は全然良くないですよねっていう話がずっと続いていくんだけど、なんでその智也のお父さんはそうなってしまったのかとか、まあ、どういう思いでその智也を育ててきたのかみたいな話がねこうあるんですけど、やべ、ちょっと泣きそうになってきた、ちょっと待ってやべ、うん、あるんですけど、うん、それはね本当にね、アニメで言うとグラナドはね2クールで1期と2期があって、全部でまあ大体50話ぐらいあるんですけど、本当にね2期の方、アフターストーリーかな、アフターストーリーの本当後半の方でそれが語られるので、あまあね、もうだいぶ我慢してって言うとあれだけど、ずっと見ないとその真相にはたどり着けないようにはなってるんですけど、ぜひね、クラナドもまだ見たことがないという人は、クラナドはね、うん、絶対見とくべきだと思いますね。うん。人間として何か大事なものを得られる、うん、そんな作品です、本当に。まあ、クラナドは人生って言いますけど、本当に、うん、はい、ぜひ、本当に。まあ、ね、父の日ということなんで、父の日に見る作品としては、まあ、ちょっと対策すぎる気もしますけど、まあでも最後まで見た暁には何か、まあ言葉にならない何かを手に入れられるような気がしますので、うん、クラナドをね、もしね、その父の日の前とかに全部見た際にはね、もう今すぐ父親にプレゼントギフト送りたくなるから、うんまあ、そんなクラナドですね。はい。うん、なるほど、なるほど。そっかそっか。クラナドね。うん。オッケーオッケー。あとは、これは、2021年かな。これ同じサイトなんだけど、年度によってピックアップされてるキャラクターが違うんだね。ドクターストーンが入ってきてんのか。ドクターストーンの千空のお父さんだね。石神白夜かな。うん。
石上千空、主人公のお父さん、宇宙飛行士なんだよね、確かね。じゃあ、だっけ。うん。で、人類の未来を、まあ、息子に託すみたいなシーンが確かにありましたね。うんうん。なるほど、石上白夜、千空のお父さんが入ってますね。うんうんうん。ブライトノア。あー、そっか。息子ハサウェイか。うん。なるほど。ガンダムですね。ガンダムの、まあ私はガンダムそんな詳しくないんですけど、ブライトノア。ブライト艦長だっけ？作品名で言うとあれだ。ハサウェイ。閃光のハサウェイっていう作品があって、その作品の主人公が、まあブライトノアの息子のハサウェイノアなんですけど、そのハサウェイノアのお父さん、ブライトノア。もうここになんかランクインしてます。はい。え、なんで銀さん入ってんのちょっと待って、銀玉の坂田銀時なんで書いてた。父親ではないけど、かぐらや新八と一緒に暮らす中で実の親子よりも深いもので結ばれてる感じです。あー、なるほどね。うん、まあなんとなくわかるな。まあ銀玉って別にそのね、銀さん、新八、かぐらってまあ3人、まあ、あれか、あと、なんだっけ、あの、犬、なんだっけ、玉じゃなくて、やべ、名前忘れちゃった、なんだっけ、犬、さ、定春だ、定春、そうそう、定春、定春、うん、の、まあ、4人というか、3人と1匹でね、まあ、暮らしてるようなイメージありますけど、確かに、あの、血のつながりもないし、別に親子関係でもないんだけど、なんとなく、銀さんがお父さん、そして息子の新八、娘の神楽みたいな感覚確かにあるよね。わかる気がします。なるほどね。あとはなんか気になるキャラクター、あー、ナルトで言うと、そっか、ナルトもお父さんになるんだもんなそっかそっかそう、さっきね、あのナルトの波風湊斗の、うん、ナルトのお父さんっていう話をしましたけど、ナルトもあの作品を通してお父さんになるんですよ、うん、今絶賛入ってるボルトかな、その息子のボルトに出てくるんだけど、うん、ナルトはナルトでね、あのいいお父さんになるんですよ。うん、ナルトのライバルであるね、サスケくんもあのお父さんになるんですけど、まあ、サスケくんはあれは、うん、まああれはあれでいいお父さんなのかな、うん、まあ相変わらず無口だし何考えてるかわからないけど、まあ娘ね、娘のサラダのことをね、結構なんだかんだよく考えてくれてるというか、うん、思ってくれてるというか、うん、そうだね。ナルトは結構やっぱ最初の出てきたのナルトとかサスケくんのお父さんとかね、子供たちがそのメインのキャラたち、ナルトとかサスケくんとか他にもキャラクターいっぱいいると思うんだけど、のお父さんとかお母さんもまあ出てきて、そういった家族のお話もありますし、ナルトとかサスケがこう大きくなって実際にお父さんとかお母さんになって子供ができてみたいな、そういったね、描き方っていうか、そういうね部分もあるから、確かに、うんうん、ナルトは確かに多いね。うん、そうかそうか、波風湊からナルトに行って、そしてナルトからボルトへっていう感じか。こうやって見ると確かにお父さんキャラでいいキャラってたくさんいるんだね。うん、あんまり意識して調べたことなかったけど、なるほどね。まあそんなところですかね。うん、いやー、なかなかいい回になりましたね。うん皆さんが聞いてて楽しいかはわからないけど、私はこうやってあのアニメのね記事を見たりするの結構好きなのでね。まとめるとそうだね、まあ結構みんながお父さんキャラとしてなんか好きだって言ってるキャラで多いのは、やっぱり名探偵コナンの工藤優作とか、あとは野原ひろし、クレヨンしんちゃんの野原ひろしとか、うん、あとはナルト、波風湊斗とか、まあ、ナルトとか、うん、あとはクラナド、うん、一応ランクインしてるのは、まあだから、クラナドの、渚のお父さんかな。うん。
古川明夫さんがランクインしてますけど、個人的にはそうだね、主人公の岡崎智也もとそのお父さんもそうだし、もう智也くんも最終的にはお父さんになるので、まあ、うん、全体的にクラナドはまあお父さん愛のあふれる作品になってるからね、うん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 、って感じです。はい、皆さんの好きなお父さんキャラはいましたでしょうか。はい、というわけで、もしね、そういう今回の話聞いてね、なんかお父さんにプレゼントしたいなとか、もう明日ですからね、ちょっと間に合わないかもしれないけど、まあ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 、別に間に合わなくてもね、気持ちが大事なので、はい、プレゼントしたいという気持ちが大事だと思いますので、うん、ぜひ、父の日ギフト、送ってみてください。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしようかなと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。